それでは文先生、よろしくお願いいたします。改めまして、皆様おはようございます。北海道教育大学附属函館中学校の文次と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ここから座って説明させていただきます。本日私からは北海道教育大学附属函館中学校における親おにより一人一台の展開ということで話をさせていただきたいと思います。はじめにですね、本校の ICT の活用についてお話をさせていただきたいと思います。本校はですね、詳しくは後半の方にお話しさせていただければと思うんですけれども、2013年度、今から10年前になりますが、一人一台のタブレット、今生徒が手に持っていると思います、キーボードのないタブレットのものを一人一台、学校が所有して貸し出すという取り組みを行ってまいりました。この取り組みを4年行った後に、2017年度から今が6年前になりますが、保護者の皆様に端末をご購入いただいて、生徒が学校に持ってくるという形での一人一台をスタートさせております。いわゆるBYOD ですとか、BYAD、CYOD などいろんな呼び方があるんですけれども、ちょっとここでは BYOD という言葉で統一させていただければというふうに思います。ちょうどこの2017年度が私が研究主任になって2年目の年で、この時にですね、2016年度にパナソニック教育財団さんに応募させていただきまして、特別研究指定として2017、18というところで指定をいただきました。アドバイザーには大変お世話になりました吉崎先生に、先ほど年3回来ていただけるというところだったんですけれども、本校は計5回、理由は一度ですね、冬、飛行機が雪で降りなくてですね、ずっと津軽の上をこうぐるぐる回っているのが、フライトレコーダー24で見えてですね、吉崎先生、降りてこれるかなと思ったんですけど、飛行機はそのまま東京に帰っていくという、大変申し訳ないことをしたんですけれども、ただ本当に吉崎先生に入っていただいて、私たちだけでは気づかないこと、そういったところにも様々なご助言をいただきました。本校のテーマは、他者と共同してというところでした。他者と共同して発信すると、先ほどのプレゼンテーションの話があったと思うんですけれども、主にそういったところをアプローチしました。詳しくは、財団様のですね、ホームページの方をご覧いただければ、報告書等載っておりますので、ぜひご指定いただきたいと思うんですけれども、実はこれ今でも授業で使っている考え方、いわゆる他者意識という言葉をよく言われるんですけれども、この研究の中で吉崎先生からのご指導いただいて、うちが設定したのが、他者を3つに分けるという技でした。他者といったら、なんかすぐ解決できるかと思いきやですね、自分たちの考えが浅かったんだなと思う指導をいただいたんですけれども、まず身近な他者がいる。友達ですね、いわゆる教室の中で、いわゆる価値観が似通っていて、普段から話しているから、言葉を尽くさなくても、ある程度こう伝わってしまう他者、身近な他者がいる。片一方では、今まさに皆様が私にとっての今そうなんですけども、公共の他者、初めてお目にかかる、もしくはそこまでお互いの価値観が似てるかどうかもわからない、そういった方に対してお話をする、公共の他者。あともう一つは、その架橋となる、架け橋となる中間の他者というものがいるのではないか。本校は附属学校ですから、必ず教育実習生が毎年、だんだんと時間が過ぎていくと、子供たちにとってみれば、最初公共の他者だったものが、だん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 と親しみが出ている。そういうような関係性がきっとあるのではないか。そこがきっと公共の他者に対するプレゼンをする、一つの学校としてのアプローチになるのではないか、というような研究をさせていただきました。今でも授業の中では、各教科もしくは総合の中で、今回プレゼン資料を作るのは、公共の他者を相手にして作ろうかとかですね。あとは保護者向けの発表をするのであれば、これはおそらく中間の他者になる。友達であれば身近な他者だねというようなことで、現在こういった取り組みを継続していくことになります。ここまでが研究助成に関わるお話としてですね、ここから4つの柱で本校の一人一台への取り組み等についてお話をさせていただきたいと思います。本来であれば昨日のですね、基調講演等にも参加させていただいて、それらを踏まえてお話しすべきところなんですけれども、昨日も学級が落ち着かずですね、
ギリギリまで函館におりました関係で、昨日は参加できずにおりました。もしかすると重複したりですね、もうそんなことは分かってるよというような内容かもしれないんですけれども、ご容赦いただければというふうに思います。まずは、BYOD にどのように至ったのかというお話をさせていただきたいと思います。まず2013年度、ホストがタブレットでの一人一台をスタートさせたときは、大学がお金をつけてくれました。必然です。で、大学の考え方としては、iPad を3クラス分程度、ですから100台ぐらい、100台ぐらいを学校に置くという予算配置をしてくれました。ですが、音楽当時付属が11公演あったんですけれども、うちを除く10公演は、すべて iPad を100台程度購入するという形でスタートしたんです。本校だけがですね、当時の副校長の一人一台に対する並々ならぬ思いがありまして、全国からですね、片落ちの Android のタブレットをですね、かき集めてきまして、そのお金で370台買うというようなことを行いました。これで学校収入機を一人一台貸し出すというような形がスタートいたしました。ちょうど私が付属函館中に来たのは2013年度ですので、担任を1、2、3持った子たちがちょうど1年目、2年目、3年目ということでタブレットを活用していきました。ですが、私が3年生の担任になった頃にですね、たくさんと端末の不具合等が出てきました。それでなくても導入時片押しだったものですから、バッテリーの容量がですね、100% で家で充電してきたはずなのに、2時間目の授業が終わるともう充電ないとかですね、そういうようなことがどんどん起こっていって、じゃあ新しい端末を買ってくださいと言ったら大学の何も話を聞いてくれなくてですね、学校ではもうそんなお金がなくて、ですから課題の一つ目が非更新の経費がなかったということです。そしてもう一つが、その3年目になった時に副校長が転出してしまったんですね。実はその副校長がドリルを片手に各文書にですね、AP をこうガーッとやったり、サーバーを立てたりしてた人なので、その人がいなくなった後に私たち途方に暮れたので、ね、どうやったらいいんだろうっていうですね。なのでそういったネットワークとかサーバーを自分たちで管理するっていうことに限界を感じました。これが課題の2つ目です。まあ、そうなってきた時に職員の中で議論をしていってですね、これは端末は保護者の方にご購入いただこうということで、BYOD の方針を取りました。ここら辺の保護者説明会の話なんかも、後半、一番最後の方にお話しできればと思うんですけれども、無事ではないんですけれども、一人一台、BYOD による一人一台がスタートしていきました。毎年ですね、2月にある入学者説明会の時に、こういったチラシを保護者の皆様にお配りして、入学者の保護者の皆様にお配りして、専用のサイトからご購入いただいて、端末が2月になると学校に届いて、先生方がフィッティングを行う。そして、生徒に渡す。というようなことは、もううちの年中行事として取り組まれているところになります。それでは2つ目の、ならではなのかちょっとわかんないんですけども、こんなことをやってますというお話をさせていただきたいと思います。ごく一部になりますので、それ以外でもどんな活用しているのか、各教科ごとですね、そういったものがご興味があれば、ぜひお声掛けいただければと思います。具体的な事例を10個用意させていただいたんですが、10個に共通することって何かなって考えてみました。10個に共通することは、2つありました。まず1つ目が、シームレスな活用ということです。現在もギガで1人1台が導入されてはいるんですけれども、本校は購入いただいてますので、基本的にはずっと彼ら彼女らが持っているということが基本になります。これを使うということになってくると、やはり場所とか時間にどんどんとらわれなくなってくる。授業の50分間の中でできなかったものを、例えば放課後の図書室に残ってやっているとかですね、お家に帰ってからその続きをやる、
そういったことが、どん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 進んでいっています。そして重要だなと思うことは、学びでももちろんなんですが、生活という場面でも多く活用されているというところになります。二つ目は、シームレスになってくると、当然ですね、教員の目が届かないといいますか、いわゆる管理外と言ってしまったらいいでしょうね。そういったところでも使うことになっています。ですから、この端末を使うということ自体の主体が生徒にどん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 移っていっているというところになるかなと思います。私、社会科の担当なんですけども、生徒は授業の最初に、クロームを開いています。開いた後、気になったことをネットで検索したりです。ノートも私、取りたい人は取っていいですしということを言ってるんですけど、ドキュメントでどんどん打っている人もいます。ですから、何をどう使うかっていう主体ですね。それは、あくまでも生徒を中心に展開している。高校では、はい、クローム出して、はい、開いて、はい、このアプリ出してっていう場面は、まずあります。すべての場面であります。いろんなところで生徒が自分で判断をして使うということが進んでいるかなと思います。そういう全体を貫くものの中での実践であるということをご理解いただきたいというふうに思います。まず一つ目です。共有、共同編集による資料の作成というところです。これはですね、共有できるアプリを活用するところの一番の利点かなというふうに思うんですけれども、高校ではプラスアルファとしてどんなことをしているかというとですね、休みの日とか放課後にオンライン上で集まって資料の作成を続きやる、まずシームレスというところ、そういったことが普通に行われています。また、地理的に離れた場所にいる専門家に閲覧コメントしてもらう、この共有するとか共同編集するときについ私たちは生徒同士とか、そこに受領者が入ってぐらいの共有しか思い浮かばなかったんですけども、別にこれ外部の方に Google のアカウントを持たれているのであれば、それをポンとやればその方も見ていただけるんですよね。昨年度私がやったルール作りの授業では、秋田大学の法教育専門の先生に、そのスライドを見ていただいて、スライドを見ていただいた上で遠隔で講演をしていただく、真ん中の写真ですけど、そんなこともやりました。また後半でコロナの話もさせていただこうと思うんですけど、コロナで休んでる子供でもですね、テキストで参加してくるっていうコメントですね、コメント機能で参加してくるっていうこともあったりして、いろんな参加の方法があるなと思いながら見ています。もちろん他の人と一緒に資料を作るという点だけでもメリットはあるんですけど、いろんな可能性があるなと思っています。高校では積極的にメールを活用しています。ご存知の通り Google アカウントはそのままメールアドレスとして活用していますので、ただですね、ここはやっぱり議論があったり、私の住んでいる北海道の自治体さんでもですね、メールを使えないような設定にしているというようなところもあったり、生徒がメールを使わないというような約束をしているところがあるようなんですけれども、本校は逆に積極的に活用しています。昨日もホテルに入ったらメールが来てて、生徒からです。クラスのリーダーの子なんですけど、学級の進め方について悩みが口頭で書かれていました。昨日10時に返しました。そしたら今朝6時半ぐらいですね、返信が来ました。でその返信への返信を先ほどここでやっていたので、公のアカウントですし、これはログを追えばすぐ中身が見えるものですから、親密な関係というよりは、公の、実践者の引くものとしての扱いということで活用をしているところになります。本校は、総合的な学習の時間、2年生から3年生にかけて、1人1課題で、テーマを追求していくというのをやっています。その中で東京の方に自主研修に行くんですけれども、1人1課題ですので、訪問先がですね、少なくとも105箇所なんです。1人1箇所行きます。で時間に余裕があれば2箇所行っていきますので、例年150箇所ぐらい訪問します。かつて電話で、ね、アポを取ってたんですけれども、その学校、回線が2つしかなくてですね、かけると、大抵担当の方いらっしゃらなくて、折り返しますって折り返した時にはもう別の授業が始まってるんですね。結局先生が対応して、でもこれを150箇所やると、
発表してしまいますので、うちでは生徒がアポ取りのメールをこう言います。もちろん事前にメールの文面と指導を行って送らせているというところになります。メールを活用してて一番難しいのは、1つ目の返事が難しいかというご指摘を。1つ目は型を示せば、丸ってしたところに行き先を打てばいいんですよ。向こうからのリアクションが、件数が多すぎるので、生徒がもうパニック。それって実は私たちも一緒だなと思ってやってみました。3つ目です。チャットを使っています。ただし、チャットに関しては、さまざまな報道等があった経緯もありますので、必ず教員が入る。必ず教員が入るという形でしかチャットが解説できない設定しています。先ほど申し上げた通り、本校、本学年といいますか、私が担任を持っている学年は、班長団という、6人のメンバーが中心になって、学級のいろんなことを考えていくということになりますから、その班長団と私でのチャットがあっています。席替えとかも、この中で一緒にやっています。席替えの中、アプリがあるんですよね。名前登録してピンってやると、なんかランダムで出てくるんですよ。それは僕が管理していると、僕が画面上でピンって、画面共有してるんですよ、ね。塾があるんで、みんなほとんど残れないんですよ。なので、7時半とかにミートで繋がって、で僕が共有画面で、このアプリをオンとって、でそれを結果を見て、で別にスライドがあるんで、スライドの中で誰かが打ち込む。で、生徒にみんな見えるようにしてというようなことをやっています。情報を共有する場の設定という。Google であれば、クラスルームの活用というのが多くなされているのかなというふうに思います。こういったものを使ってですね、いろんな情報を一元化してというところをやっています。がですね、私がちょっとクラスルームがあまり好きじゃなかったって言ったらですね、ちょっとクラスルームの良くないところって、ご存知の方は分かると思うんですけど、情報がどんどん下に行っちゃうんですよね、新しいものやると。なので大事なものでも下に埋まっていっちゃうというのがあるので、同じく Google の中にあるアプリのサイトを使って、今、書き方に持ってるんですけど、3年にポータルサイトを作っています。学級記録を載せたりです。右上にある引き出しは、ポチってやるとフォームが開いてです、ね、私に直で行く、何でしょう。困ったことを書くものになっています。その横にある人が吹き出しなどは、私、学級通信出さないので、言いたいことがあるときはそこにこう、デジタルで説教するをやったりします。あと、時間割は生徒が打ち込めば、自動で反映されるようになったりとか、いろんなリンクをこう貼ったり、右上にあります。いろんなリンクにこう飛べるようになっていたり、あとは学級日誌は、スプレッドシートで、ですので朝、職員室で検知されているものとかを見てです、それを見て私が学級誌パタパタって打つと、生徒は朝の帰るときは全員これを開いて、これを見てです。これをやると何がいいかっていうと、連絡の時間じゃなくなるんですよ、朝の帰りは。それまで伝達の時間だったんですね。今日何時にこう放課後何やるよ、昼休み何々いいね集まって、はい、じゃあおしまい。それで連絡で終わってたんです。連絡事項はこれを見ればいいので、例えば1週間こういう風な生活しようとグループごとで話す時間とかですね。帰りの会も同じように使いますから、今週1週間どうだったか、班長から喋ってもらう時間。みんながいるからこそできるっていう、いい時間を使うことができるようになってきたかなと思います。学びだけではなくというところがここになるんですけれども、部活動とか委員会の方、どんどん使っています。これ後ろの台見てもらって分かるんですけど、卓球部の様子です。卓球部中退に向けて選手選考するのに、練習試合を、リーグ戦をどんどんやっていくんですけど、結果をそれぞれスプレッドシートで入力していくんです。すると勝率1位が自動的にこう6人表示されるっていう、生徒がやっていました。ただ、生徒会通信も、PDF で配布をしています。紙じゃないですね。で同時にフォームも横にくっつけてですね、アンケート、読者アンケートみたいなのを毎回やっています。これまでどうしても委員会活動っていうのは一方的だったものがとっても多いんですよね。通信配りっぱなしとか貼りっぱなしとか。でもそこをですね、双方向性がある生徒会活動、
というものを展開しているのが面白いなと思っています。ですので、特別に放課後に集まって委員会とか開かなくてもですね、いつでもなんかこう話し合いが進んでいるというのが経験しています。あとはウェブ会議アプリを活用した学びの継続ということで、コロナの時に臨時休業になった時ですね、その時に普通にこういった感じで民話のように各家庭から接続してということをやりました。これも大学の先生にご指導入っていただいてっていうのをやっていたんですけども、大学の先生は普段は集まったところに Zoom で参加していただいてやったんです。それを各家庭でつないだだけ。あと自分の論文はドキュメントにみんなに共有してます。これ大学の先生も共有してますので、本当に何の問題もなくやることができました、はい、でここから3つが新型コロナウイルス感染症に関わる欠席への対応というところなんですけど、まずですね、コロナに関わってお休みをすると、やむを得ずお休みをするというような生徒さんがいたときには、教室に一個固定でこんな感じですね、ポーンと置くだけでやっています。で音がちょっと確かに悪いとかですね、板書がなんか反射して見づらいとかいろいろあるんですけども、そこまで労力をかけられないと人がいませんので、まずはこうつなぐというところですね。ただ休んでた子に聞くとですね、授業の様子がわかんないのは、まあしょうがないとして、今授業に参加してるっていう感じは嬉しかったっていうこと。あともう一個はこの右側のこの様子です。休み時間の様子なんです。休んでいる子に対して友達がですね、元気って来るんですよ。これが一番救われたっていう、これが一番嬉しかったって休めた子たちは言ってました。だから学びに関しては、これ以外の方法でもいろんな授業で作ったスライドをこう渡したりとか、それができてるので、それについてはまあいいんだけど、学校にですね、しかも自分がコロナに感染してしまってから学校行くってなると、ちょっと引っかかるものがなかった。なんか言われないだろうかとか、受け入れてもらえるだろうかとか、そんな時にこういうふうに休み時間にこうやって話をしてくれているのが実は一番嬉しかったというようなことを多くのお子さんが言ってましたので、まあ、これは一人一台の環境じゃないと無理なことなのかなと思います。ただ今のことに関わりますけれども、学級日誌の中にリンクを貼ってですね、その日のスライドを貼っつけたりです、あとは授業ごとに評価連絡の担当生徒が黒板をバシャッと取ってですね、その板書の様子をこの JPEG でドライブにこう上げてですね、いつでも見れるようにするというような形が取りました。こんな形で授業の分のフォローアップは、やり始めたらもっとできるんでしょうけれども、生徒の力を借りながらできるところとしてはこんなところかなと思ってやっていました。あとこれがですね、面白いなと思ってやってたんですけども、先ほど申し上げたように総合結構こう頑張ってですね、学校祭で学年で一人ずつ代表生徒が市民会館で発表するっていうのがあるんです。でその選抜をしていくんですけども、最終選考に残った8人、基本的には体育館で学年の生徒の前に発表するんですけど、一人ですね濃厚接触になっちゃった女の子がいて来れなかったんですね。でどうしようどうしようって言って考えたのが、別にミートでつないで画面共有しちゃえばいけんじゃないかって話になったんですね。これ声がつながり聞こえにくいかもしれないですけど、大会に今声が鳴ってるんですけど、この子は家からやってる。家からやって家で今日画面共有したものをみんなが見てる。何のために集まってるのか分かんないねって途中で先生が言ってたんですけど、ただこういったこともそれが主ではないんですけど、どうしても来れないっていう時には、コロナで濃厚接触で休みだから、はい、あなた参加できませんってではなくて、こういった方法でもできるのかなと思っています。で最後、事例の10個目です。これはですね、普段からうちの数学の教員がやっていることなんですけども、数学の授業が始まる時にミートを立ち上げます。クラスルームの中で参加っていうのがあると、すぐミートが立ち上がるんですね。でうちの数学の教員は iPad のノートアプリを使ってるんですけども、それを画面共有するんです。ミートで一緒に入って。すると何が起きるかっていうと、その画面が黒
黒板に出るのと同時に、生徒の手元でも見ることができるんですね。なので、前を見なくても自分の端末を置いといて、授業を受けることができるというようなことを普段からやっています。普段からやっていた結果、何が起きたかというと、その教員が、お子さんが熱が出て出勤できなくなったんですね。で何をしたかというと、家からこれをやったんです。一人教員いなきゃいけませんから、私が教室の方に座ってたんですけども、授業終わった後にどうだったって言ったら、普段と変わりませんでした。別にいなくてもいいんだなって分かりましたっていう、辛辣なことを言ってたんです。本人にはそれ言ってないです。ただ、こう何かあった時にも、普段とあまり変わらずにやれる状況っていうのを作っているっていうのが、大切なのかなというふうに思っています。でここまではですね、なんかいいことばかりお話したんですけれども、これはですね、10年間、BYOD にして7年間、6年間ですけれども、6年間の中の良かった部分を引っ張り出してお話しているだけでですね、それ以上に課題が山のようにあります。いろんな山というか課題があったところです。課題としていくつかお話しさせていただきたいと思います。まず一つ目です。持ち帰りはいつからにしようかというと、でした。先ほど申し上げましたように BYOB なのでそれぞれのうちで買ってもらったものなので最初から持たせた方がいいというのは途中から確かに出てきた意見だったんです。ですので2018年度からは4月の初っ端から生徒に常に持たせる持ち帰りをさせました。その前の年っていうのは実は端末の購入が遅れまして端末が来たのが9月だったんですね。なので、端末が来た同時に渡したんですが、その前は、学費交付のものを使いました。ここで財団様からいただいた助成金が多いので、活用させていただいたんですけれども、学費交付で、生徒は普段使って、で、端末が来ますから、はい、持って帰ってね、で、常に持ってくるでしょう。で、繰り返しますが、BYOD なんだから、4月から渡すでしょう。ということで、渡しました。するとですね、2018年度、問題がもう山のように起こりました。人のスライド消す、書き込みで嫌がらせする、メール乱発する、もう悪事という悪事の限りを作りました。なので、これをどうしようかねってことで、2019年度が、まず1学期中の夏休みに入るまでは、自分の端末を学校の中だけで使うこととし、なので放課後は PC 室に置いて充電して、で、夏休みからお持ち帰らせましょう。というようなことをやりました。で、1学期の段階でいろんなことをこう教えて、使い方もいろいろ教えてやっていきましょう。で、これいいねっていう形になったんです。2019年度もその形でやっていこうかとなったんですけど、そこで2020年度ですね、コロナが流行ってしまって、生徒が4月にちょこっと登校して、その後またずっと休みっていう状況もありました。この状況で一口で使わないっていう方が問題だっていうことになったので、5月のですね、ゴールデンウィーク明けの2日間、男子1日、女子1日登校させてですね、2時間ぐらいだったから、簡単なこうレクチャーをして持ち帰らせるというのをやりました。ですので、うちの運用はその時からホワイトリスト運用、要するにネットに出ていくときに許可したところにしか出られないというような運用をしています。これは早い段階で渡したということからつながっているところに、で現在は基本的に形としては2018年度最初から渡すなんですけれども、ホワイトリスト運用ネットはどこにも出ていくことはできない指定したところしか出れないというような運用をしています。でここで課題2なんですね。ふさわしくない使い方にはどう対応するかというところです。でまず対応の1つ目システムですね。設定と言ってもいいのかなと思います。例えば先ほど申し上げましたように、チャットは教員が入ってなければ開くことができないですとか、ミートは教員が入ってないと立ち上がらないようにする。あとはネットに関してはホワイトリストを許可したところにしか行けないようにするというようなシステムを組むというところかと思います。ただ、今お聞きになった方でも、あれと思ったと思うんですけども、授業の中で、あれこれ調べさせたいなって思う時って出てくるんですよね。そういう時に情報担当者のところに行って、
ねえねえ、このサイトアクセスできるようにしてよなんてやってたら、とんでもなく時間かかっちゃいますよね。なので、本校ではですね、その権限を全員が持ってます。授業の中で全員が管理のアプリから入っていってですね、アスタリスクをポンって押して保存すると、一瞬でブラックリスト運用に切り替わるんですよ。Google の管理システム。なので、その権限を全教員が持ってますので、普段の授業ではホワイトリストで行くんですけども、例えばちょっと一般にネットに出て調べ物させたいなって時は、あ、ちょっと待ってって言って教員がこれだけカチカチって言って、ほんで、はい、じゃあいいよ、どこでも行けるよ、ってようなことをやってます。で、終わったらそれを戻すっていうようなことで、そのいずさを解消しようとしています。あと二つ目が指導の工夫です。指導っていうか問題、いわゆる問題行動と言われるところをどう捉えるかっていうこと、捉え方になってくるかなと思います。問題は使い方を考えるチャンスかなと思っています。問題が起きたというよりは、問題が見えるようになったというふうに僕は捉えようとしています。つまり先ほどメールをガンガン送りつけてみたいな話をしましたけど、それって一人一台、うちの管理下でやってるから分かったことであって、おそらく子供たちはこれまでプライベートの端末で、それからやりまくってたと思うんですよね。で、それで学校になんかトラブルになって、なんか LINE で悪口言われましたとかを言われてしまう。だとすれば、それは未熟な使い方を学校が適切に把握できるようになったというふうに考えて、一緒に使い方を考えていきましょうということでやっていきます。右側にあるのは Chrome の使い方と、去年の3年生が問題を起こしたときに、アンチオーダーで自分たちのルールを作るのがこんなものに加えています。反省文とか書いたらどうなるのか、生徒が思ったら思って書いてあるとか、生徒が考えても先生のなんか声が入るみたいな声があります。ご覧の通りです。全部子供たちがやってます。先生の苦労を募集。共同です。そんなことされたらこっち困るんですよね。学級にデジタルでやってるんで、持ってないのってなっちゃう。そんなちょっとやりすぎじゃないって先生たちが言うぐらい。ものをやる。こんなことがありましたっていう。適切なウェブページの閲覧。学校のアカウントでオンラインショッピングは結構ありました。保護者の方が Amazon で買って、そういうのが来ると、アラームが鳴るんですよね、管理者の。で、数字が来るんですよ。で、こういう買い物したって言ったら、お母さんが。そういうところも考えなきゃいけないんだな、と思います。あと、他人のアカウントでのログイン。これは、私たちの考えミスです。パスワードの定期的な変更を強く言い続けてなかったことかなと。あと引用、出典を示さない引用、公用ですよね。とか完全コピペでレポート提出。大体これ、小説書かねえなと思ったことをですね、コピーして Google で検索すると出るんですね、PDF。そういうのでコピペしてる。夜遅くの課題提出、23時59分、59分ですね。今日まで提出すればいいんですよね、子供の人。今日は23時59分、59分。そんなのかな。これがですね、何が私たちが特に思うかっていうと、これまでいわゆる情報モラル教育とちょっと言わせていただきたいと思うんですけど、あれは、こういうのが始まるまでは、なんか年1回体育館に生徒を集めてですね、講師の先生をお呼びして、1時間で2時間なんかビデオを見せたりなんなりして、これも気をつけようねっていう、要はすっごく架空の環境でのこの話っていうやつですけど、特にシームレスな活用主体の意向になってくると、具体的な場面で問題が起きる。で問題が見えるように。そこに対してはやっぱり私たちは計画的にアプローチすると、その都度その都度アプローチしていくことが必要だと思います。まず計画的なアプローチとしては、1年生1学期総合的な学習の時間で、基本的なことをこうやっていく。まあ、ですけど、分かってはいるけど、悪いことしちゃったりとか、不適切な使い方をしちゃいますから、その都度、きちんと対応していこうと思いますが、ただですね、これ私たちが本当思うんですけど、活用が進んでいくとですね、情報モラルそのものに関する問い、これは避けられないなっていうふうに思ってます。つまり、ふさわしい使い方してねってさらっと言いますけど、どんな活用がふさわしい活用なの？例えば休み時間に昆虫のサイトを見ていく。っていうときに、何遊びで使ってんのよって言おうと思えば言える。でも、何か昆虫に興味があって、もっと知りたいと思って見てる。例
これ一般的に YouTube っていうものに対してどう捉えるかですよね。YouTube 見て何遊んでんのよって捉えるのか、いや YouTube にもいろんな映像教材あるよねって捉えるのか、ちょっと言って Yahoo 知恵袋すらも、Wikipedia すらも、Yahoo 知恵袋だからダメ、Wikipedia だからダメではなくて、それをどう使ってるの？ Wikipedia なんて下の方に結構公式サイトへのリンク貼ってるんですよ。入り口としては結構優秀なのかなとかも思いながら、Yahoo 知恵袋も結構専門家の方が答えてたりとかもあるので、今までみたいに、これはダメだよ、あれはダメだよっていうふうに門前払いしてやっても、もしかするとダメなのかってなってくると、問いを避けられない。私たちの価値観だけで話ができなくなる。そうなると、生徒と共に考える、これ先ほどの話ですね。問題が見えるようになったというのは、教員にとっても見えるようになってきたなというようなところが、私たちが思っているところに。最後です。BYOD による一人一台移行への鍵ということで、いつも BYOD というところで本をご注目いただいているときにはですね、こういった話をさせていただきます。今でいくと NEXT ギガというところになるかなと思うんですけれども、おそらくうちはですね、6年前、7年前にぶつかった問題、つまり端末の劣化という問題は、いずれ多くの自治体さんでぶつかる問題なんじゃないかなというふうに思っています。その時に本校が BYOD に移行した時の鍵ですね、先ほど申し上げた通り、丁寧に進めていったというところが一番かなと思います。特に保護者説明会ですよね。保護者の方にご購入いただくわけですから、ここのご理解いただくことは絶対に欠かせないかなと思います。特に力を入れたのが、専門家の方をお呼びする。保護の OB で、豊福新平先生という方がいらっしゃいます。その方にお越しいただいて、国外の話ですね。今、外国ではどう進めるのか。というようなお話をいただきました。つまり、うちの人間が盛り上がって、一人一台買ってもらってやろうとするんじゃないんだよ。いろんな大きな流れから見たときに必要な取り組みなんですっていうことを、外の目からお話しいただきました。あと、端末体験コーナーを設置したりですね、保護者の方に使っていただくということもやりました。ただ、特に力を入れたのがですね、質疑応答の内容です。次の音の場面で全部で21問ご質問いただいたんですけども、どうしてもこの説明会、全員が参加していただくということは不可能なんですよね。ただ、参加した方が承諾をしたからそれでいいかということにはしたくなかった。ですので、私たちは保護者説明会で出た質問を全て印刷して、それに対してどう答えたかということを全て印刷をして、全家庭にお配りしました。どの家庭も取り残さないではないですけれども、全部のご家庭に購入していただくということを考えたときには、来た人だけが分かっているという状況は避けたかったんですね。で、こういうことをやりました。ですので、私たちが思うですね、保護者の理解を得るための方法、入り口は2つあるのかなと思っています。まず1つ目が説明です。先ほど申し上げたとおり、十分な説明をする。さまざまなリソースを活用するということです。もう一つが実績だと思っています。結局、本校が BYOD の端末を買うっていうときにもですね、それまでの3年間、4年間の1人1台、タブレットの活用ですね。あれを本当にものすごく使ってました。学習でも使ってましたし、学校行事でも使い倒してました。そういうような経験を保護者の皆様がお持ちになって、もしくは子供たちが見て、その様子をご覧になったらですね、次のものを買ったとしても使うよねって思ってくれたんですね。これはすごく大事なのかなというふうに思っています。私たちは副教材買うときに使わない教材買うなよってずっと私もこの次に言われてきましたけど、買ったのに使ってないじゃん、これ一番納得いかないんですよね。っていうときに、今これからネクストギガを見つめたときには、今のギガ端末どれだけ使っているかが大事だと思うんですよね。今のギガ端末使ってないのに、保護者の皆様にご購入いただけますか、端末壊れたんで、というのは多分、保護者のご理解は私は得られにくいのかな、というふうに言われています。ちなみにですけど、本校で、BYOD スタートしてというところで、当時の1年生と2年生にご購入いただきました。大体200人なんですけれども、それでもですね、経済的な理由以外で、入りません。うちはそういう方針ではありません、といったご家庭が30件。ありました。で、
経済的な理由でっていうところもあるんですけど、そういったご家庭には学校費を貸与する、貸し出しするという形でスタートしました。ただですね、取り組みが始まって3ヶ月以内にその30件のご家庭を全てご購入くださいました。どれだけですね、授業の中で使うか、学習にどれだけ使うかということをご理解いただけたのかなというふうに思っています。そしてはアンケート調査等でもありますけれども、こういったものを遊びに使うというようなイメージがどうしても強いので、そこを払拭するということも大事なのかな、やはり実績なのかなというふうに思っています。いただいた時間10分程度余らせることができました。ご質問等があれば、お答えできる範囲でお答えしたいと思います。11月4日オンラインでうちの緊急大会もやりますので、ぜひご参加いただければと思います。ではひとまず私からの話を終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。本日は大変ありがとうございました。今日お聞きの皆様もしかすると、昨日聞いていたんじゃないのと思った方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、昨日の市長講演等を受けてですね、それにもすごくマッチするようなお話と、逆にそれをちょっと補完するような話とかいろいろいただけたんじゃないかな。本当にありがとうございました。ぜひ皆様から、で、全然、後継者も、先生方も全然構いませんので、もし何かこの場でですね、林先生にいろいろ聞きたいことがあれば、ちょっとプッシュしていただければと思いますので、どうぞ遠慮なく、こういう場なんで、もう、ざっくばやりたいと思いますので、何かございましたらよろしくお願いします。吉崎先生、大丈夫です。吉崎先生が、私は教育委員なので、お茶を吹いてましたけど。教育委員なので、心配というのは、この結果、結果的な場合、どう組み合わせるのかなと思いまして、これ、どのぐらいの、今の、取り調え端末が持つのかなと、大事です。で、これ、普通の場合、これ、さっきから BYOD で買ってもらってるわけですよ。そのだからまあ、それは本人のものだから、持ってって、それを撤回したらまた買うんでしょうが。まあ、法的に買ってますよね。まあ、買ってるっていうか、買ってるんですか。使ってもらってるわけですけど、ね、これでは、やっぱり、まあ、皆さん分かって心配してるんだけど、どう、突き出さないっていうか、まあ、まず使いましょうってことで今やってるんだけど、どういう見通しを持ってますか、藤先生、それに対して。はい、ギガの。ギガ、そう、もう5年ぐらいになったら連絡してくるでしょ。おたくはそういう先行の経験があるでしょ、BYOD で。はい。Chromebook、はい、まあ、導入から聞かれてる方多いと思うんですけども、例えばその、Chromebook に切り替えられてから、現状までの中で、まあ、ハード的な劣化とか、まあ、特におそらくバッテリーの問題とかも大きいですけど、そこら辺はどのように認識されてるか。はい。本校でいけば、機種がですね、毎年メーカーさんが結構変わるんですよ、ね。2つか3つぐらい のメーカーさんの端末使ったんですけども、本当にさまざまですね、個性豊かといったらあれなんですけど、ある端末は、あるアップデートの時に一気にネットワークがつながらなくなったという端末もありました。それはなんか世界的な問題だったみたいなんですけども、あとは今、私の担任している生徒が持っている端末は、今ちょうど3年目なんですけど、今、ものすごくダメになってます。一気に不具合が多発しているような状況になります。ですので、端末の劣化という点では、単純に長く使ったからダメになるというものもあれば、アップデート等で、なんか調子が悪くなっているというのもあるのかなというふうに思っています。ちょっと待ってますよ。そういう風になってるんだけど、クイーンとしたらどうしたらいいのかねと思って。とか、それとも自治体に任せるんだろうかね。BYOD、まあ、付属だからできるんでしょとかっていう言葉をいただくことを100の承知で申し上げますけど、やっぱり自分の端末になるとですね、愛着と活用は何倍にもなります。大事にするっていうこと、うん。ですから、ちょっとお金のことを置いといて置いちゃダメなんですけど、うちもさまざま副教材の購入をだから抑えてます。ワークとか紙でなければダメなものは購入するんですけども、端末を買っていただいている分、他の分をきちんと抑えて、そして購入していただいているというところですね。ですから、繰り返しますけども、自分の端末で好きなように、まあ、いつでも使える、いずれ返すものではないというのは、
モチベーションになるのかなと。あとは逆に言うと、これから来年の4月とかに入学する子って、2年使われたものがお下がりで来るわけですよね。通常のウィンドブロークミュージックでなんてなると、なんかボロボロになってるものを大切に使うかっていう、まあ、そういうふうになっていくので、私は個人的にはやっぱり自分のものとしてあった方が活用も進むし、こちら側も使わせなきゃっていうのは出てくるのかなと、そういうふうには思います。私もそれ賛成で、お付き合いしながらね、それにして買ってもらったら、痛むとのお金使わずに、そういうところに個人で買えるような援助を国がするってことはできないけど、できる家はそれで買ってもらって、個人で持った方がいいような気がするんですね。まあ、それは私の意見です。これは大問題なので、どうしたらいいかって今後は。ありがとうございました。ありがとうございます。今の全然いいんですか？文科省にいたんでね。やっぱり、医学スクールを国がやった場合に、その一発限りでそれで終わりってことになったらまずいんですよ。例えば3年とか5年経ったら、もう一回更新のための予算を取るとかね。そういう運動をやっぱしてもらわなきゃいけないと思うんですよ。それはやっぱり文科省の働きかける必要もあるし、ただ仮に国ができない場合、例えば自治体が、その、補修費というか、継続的に使うための予算を取る、交付税で措置をするとか、その2つのことを考えなきゃいけないと思う。思いますね。それは国に強く働きかけていく必要があると思っています。ぜひともお願いします。公民としていろんなところの話の中で、そろそろやっぱりこういう話っていうのが話題に出てますけど、まあ、今のところご存知のようにまだまだ行政の方から明確な指針が出てないと思うんですけども、おそらくそれを待ってるやり方もあるでしょうし、今プロデューサーの方に立ったような形で、まあ、使っていくというようなことが非常に大事なのかなとは。何か他にご質問等ございました？私に質問してもらいたいんですけども、今働き方改革がすごく言われてるんですよね。これが一人時代で先生がその生フォローするとなれば、先生の方がその夜中だとか休みだとかに何かも対応しなきゃいけないと、これ大変なことじゃないかと思うんですよね。やっぱり何らかのその時間の設定かなんかをしないと、先生が本当に大変、熱心な先生ほど大変なことになるんじゃないかって気がするんで、その辺どういうふうに考えますか？はい、ありがとうございます。例の件は先ほど最初申し上げたのは結構喫緊の課題だったので対応しましたけど、基本的には勤務時間外は返事しないっていう生徒には最初から言ってます。で、基本的にはその学校にいる間にきちんと対応するよというふうにも言ってます。ただ便利だなと思うのが、学校に行って初めてポンと見て考えなきゃいけないっていうことよりも、例えば日曜日の午後に暇の時にちょっと見て、ああなんかメール来てるとか、ああこんなことで提出がされてるなって時間ある時にパッと見て、どうしようかなって思いながら学校に行くので、ちょっと違う部分があるので、情報を知るという点では使ってますけれども、そこで何かこう働きかけるとかですね、労働となるような境目はないんでしょうけれども、ことは基本的にはやらないようにして、一生懸命な先生がやってしまうのと同時に、普通にやってる先生がサボってるって思われてしまうこともいけないことだと思いますので、その辺の約束というか、これだけは、今後当初のことだと思います。ありがとうございました。はい、どうぞ。私は先生、自己教材の購入の件で、紙の媒体の方が良いと思われるものがありましたら、ご紹介ください。ありがとうございます。私、社会科で行くとですね、最初何か調べてごらんって、1年生端末あると、とにかくすぐネットに出てくるんですよね。ネットに答えがあると思ってるんです。でもう聞くんですけど、大体そうですね、半年ぐらいすると、もうみんな資料集を使い始めます。やっぱりあれが、必要なものがこう集まってるっていうことに気づくんですね。で、それで足りない部分とか、発展的なものはネットに出ているっていうところなので、単に資料が豊富だから資料集を切るっていうのは、私の愛の昔の発想だったんですけど、そういうものは持ってます。ただ逆に、問題を解くとかですね、そういったものは学校教員が作って PDF で配布してとかっていうことができますので、問題に関しては問題集というんですかね、面でのには関してはあんまりしてないのかなと思います。どうも、前田メール、はい、ありがとうございます。最近学校になる来年度から一回立ち上げて、で小中学校で、ね、小中学校に入れて立ち上げていくということで、まあ、そうそう
中ってなかなかこう分かり合えないっていう仲が悪いわけじゃないんですけど、うまくいかないことが多くて、まあ、なんか私が小学校の中学校これだけやってたら、中学校ばかりかけにやってない、中学校に仲間に出てよって思う。といったで、まあ、小学校との連携、例えばアカウントとか、あの端末の選び方とか、そういったところがありましたら、教えていただきたい。はい、ありがとうございます。実はですね、川崎教育財団さんと特定して受けたときにも、実は情報活用能力だったんですね。情報活用能力の中の、他者に発表する思考判断表現で多分整理されている一つだと思うんですけども、ですから一番私たちのメインとしては情報活用能力の育成だったことも間違いないです。というときに、まさに吉崎先生からもご助言いただいて取り組んだんですけど、情報活用能力育成の体系表をですね、まず中学校で作り、その作り方の手続きで小学校も作ってもらいました。で、なんかそうこうしているうちに、当時の幼稚園の園長がですね、乗り気になって、幼稚園でも作りました。ですので、付属函館って、幼小中の3、6、3ですから、12年間の情報活用能力の育成表の体系表ではできています。それをもとにして、取り組んでいるというところになるかなと思います。で、うちの方がちょっと早くでもやってましたので、伊賀に関わっては、小学校の先生がたくさん見に来てくださって、中学校につながるようにと。ということで動いてくれているというところになります。どうぞ。長野県の皆町の職員に来たいと思います。ありがとうございました。皆町もICT のことをずっと長年やってるんですけども、最近全国的にもやっぱりちょっとこうイケイケどんどんの感じがありまして、ここにもありますが、情報モラルのことについてちょっとやっぱり考えて、もっともっと考えなきゃいけないんじゃないか。子どもたちは結構見えないところで蝕まれていることがあるんじゃないかっていうことを非常に危惧しています。で、つい最近もホワイト、リストでこう囲っているところを簡単に飛び越えてですね、やるソフトを、まあ、密かに手に入れた子供が、中学生のですね、授業中にやっているとで、まあ、危ないサイトに行ってるわけではないらしいんだけれども、まあ、ちょっと推しのこうアニメのところに行くとか、まあ、そういうことにはやってるらしいんですが、まあ、そういうことに対して非常に危機感を持って何かしていかなきゃいけないねというのはついこの間の話題になりました。その辺活用が進むと情報モラルに対する問いを避けることができないというお書きになっていただいて、先生のところではどんなふうな取り組みをされているか教えていただけるとか、はい、ありがとうございます。すごく個別な問題になってくるんですよね。だからこう何でしょう、最初に先ほど申し上げた通り、不適切なサイトは見ないようにしようって最初はいいんですよね。最初はいいんですけど、じゃあ何をもって不適切かっていうところでまたこう難しくなってくる。なってくるとやっぱりその把握ができるようになりますから、何かが起きて管理コンソールと。そうなるとやっぱり先ほど申し上げた通りですけど、学びの機会にしていくっていうことかなと思います。ネットワークのセキュリティもそういう設定をしてるんだから、それを破るようなことの使い方はポリシーっていうんですかね。この使うときの約束からは反する。それはやめてほしい。だけどもネット上から自分が好きなものを持ってくるとか、そういうことは自分の端末で趣味としてやることは別に問題ないと思うということで、そこにアクセスしたことがまずいというよりは、ポリシーというんでしょうかね、この学校の管理下の中で使ってもらう端末から行くのは不適切だ。だけどそのサイトは別に好きな時に使えばいいじゃないというような切り替えを一人一人にこれやっていくしかないのかな。それは多分全校集会でバーって喋っても分かんない子には分かんないですし、聞かれても突破して見に行く子はいると思うので、個別の対応で行くしかないのかなと今思います。ありがとうございます。今もちょっとすみません、私も言ってるそうです。私のこの一人までのパートニックのチャンネルになります。やっぱり企業の中でも Windows95 の次ぐらいからだんだん一人一台の端末が入ってきて、一般的な業務処理とかやっぱりですね、最初のうちは言うんですね、会社で変なサイト見れる人とか、
ヤフオクやってる人とか。でそれは、まだそれぞれの人間が、それをやることが、どういうふうに読みの根拠が、そういう知識がまだ全くない段階だったんです。でその頃は、一応ファイアー、ファイアウォールとかのブラックリストとかで、あるサイト行くと、ダメっていう画面が出るような形になってたんです。で、結構それにぶち当たりに行ったんですけど、私自身も何回かありますね。そうするとドキッとするんですよ。だん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 やっぱり、まあ大人ですから、そういうことはありますけれども、ね、やっちゃいけないことと、これはまずいなっていうと、やっぱりだんだん待ってはくるんだと思うんですよね。そうするとやっぱりさすがに皆さん、会社の端末でやっていくことを自分で知りますよ。だいぶそこら辺の問題は、でもそれでも多分5年とかそのくらいかかったかもしれませんけど、なんかそんなプロセスを大人の世界でもずっと見てきました。すみません、ありがとうございます。何か他に、どうぞ、すみません、すみません、忘れてました。はい、今日は、吉野先生が、すみません、ありがとうございます。ここで、中学校ならではなのかもしれないですけど、いわゆる教科の壁と言われるようなものはたくさんあります。うちでもですね、タブレット1人1台を導入するとき、私が着任する前の年の職員会議で大紛糾して、職員からは大反対、7割8割の教員が反対、出た子を起こすっていう発言もあったと聞いてます。ただ導入したから使ってください。もうやっぱり動かないんですよね、人って。なので、うちは取り組んだら何かしかというと、使わざるを得ないような状況を設定していきました。例えば、公務で使う。職員会議の提案はすべて Google でやる。あとは、評価で使うっていうのは多分難しいと、もう割り切ってしまって、道徳総合、学校行事、そういったみんなが関わるところで使うようにする。先ほど申し上げた総合的な話のメールを打つとか、最後、卒業論文を書くとか、アンケートを取るときはフォームを使うとか、そういうことをカリキュラムに埋め込んでしまって、ってなると、先生方、複数の教員で関わるのがそういったものですから、関わらざるを得ないというところですね。あとは、朝の体調調べとかですね、それから先の楽器にしとか、そういったところでやっていくというところになるかなと思います。あとは先ほどさらった結果ですけど、1年生の1学期に使い方に関することも新入生に教えるんですけれども、そこにその年着任した先生を参加させます。なので、使い方をレクチャーをして、生徒と一緒に。で、一緒に使うようになって、あとどう使うかはそれこそ、生徒と一緒じゃないですけど、どう使うかの主体は教員なので、授業で使いたいというふうになれば使えばいいでしょうし、いやいや、紙でワークシートしてもらワークシートでやればいいと思います。なくなっていったものってなると、そうです。紙はまずなくなったのと、打ち合わせはなくなりました。打ち合わせは全てなくなりました。なんか連絡があれば、キープっていうもので、どんどんどん貼り付けられていく。打ち合わせはなくなりました。あと紙も本当になくなりました。一番劇的だったのは、生徒総会の議案書がなくなったので、生徒会担当教員が夜中まで印刷して、ホチキスとガチャコンでやるのがなくなって、ビジネスであげました。のが、いいなと。ただ、まだまだいけるなと思ってます。まだまだいけるなと思ってますし、つまり時間が長いんですけど、私、しゃべって。一個だけ、なくしちゃいけないなと逆に思うのが、いじめとか体罰の紙でのアンケートは絶対必要だなって思ってます。理由はですね、これも地域の教頭先生としゃべってるというのを教えてもらったんですけど、消したとき、Google フォームで消したときは、微記入と同じなんですよね。手元に来る。いじめとか体罰で、何かを書いて消したとき、もちろん読めなくていいんですけど、何かを書いて消したって紙だと分かりますよ。だったら、心の何かこう迷いを感じれますよ、ね。
しっかりし怖かったのかなとか、大したことじゃないと思ったのかなとか、それを発見できるのはデジタルではちょっと今は無理だと思っています。なので、そういったものは紙でやるべきだなっていうのは、北海道で喋らせていただいた時にはお話しになっています。答えになっているんでしょうか。そうですね。もし僕の状態がありますけど、平成的に行くのは、どうしてもいないし、どうしてもいます。ありがとうございました。あ、どうぞ。はい。私、熊本市から来ました。はい、赤星と申します。今、いろんなお話をお伺いしながらですね、今、熊本市でもですね、そのタブレットの劣化によるですね、もう、充電が多分、動かなくなってきているとか、あとケースの問題ですね、ケースが破損している問題とか、いろいろありながらですね、いろいろこう、どうしたらいいかとか、検討しているところなんですけども、この、やっぱりですね、新しいの始めるとですね、やっぱ0か100かみたいな議論になって、なんかこうどうしてもですね、だんだん始められないみたいなっていうのがあってですね、例えば、先ほどのプレゼンの中でもなんか、サイトを使ってますっていうのがあったんですけど、なんか、そういうのもですね、なんかこう、こういうのありますって言ったら、すごい猛反対が来るわけですよ。で、なかなかできないんですよね。なので、例えばなんか、その時間割とかをこの紙に書いて、持って帰るっていうのも、いやもう写真撮って送ればいいじゃんみたいなところでもですね、なんかすごい反対側だったんですよね。すごい、いやそんなことしたらどうなのって。で、そこをですね、なんかどこへってこう和らげていったらいいのか、さっきの質問じゃないですけど、なんかそこの部分がですね、なんか大きな壁だなって、やっぱこう、まあ、いつもなんか研究と生徒集で戦ってるみたいな状態になるんで、はい、そこの部分でなんかどうみたいな、こう先生のなんかこう、やんわりしたところで多分クリアされていたんだろうなと思うんですけど、なんかそこのコツというか、まさきの話とちょっと不安なところあるんですけど、教えていただければ。ありがとうございます。お願いしました。タブレットの時に、まず黒板、教室の横に黒板があって、そこに書くんですよね、もちろん。それは絶対手書きでなければならないって生徒指導部長が怒ってます。タブレットで撮るなんて何たることだろう。書く力が。それはもうそれぞれの価値観なので、なんかそれ相手を変えることは無理だなっていう個人的には思ってます。ただそういった方々が変わる一番の理由は、一番変わる唯一の方法は生徒と保護者だなと思いますね。生徒が要するにそれをパシャッと取って楽してるって見えるから、多分ネガティブな気持ちが出てくるんだろうなと思うんですよね。でも、そうすることによって、なんか時間が別に生み出されるとか、そこが私申し上げたみたいに、こういったものがあるから、朝の会と帰りの会で子供たちがディスカッションして、より良い学校生活って何だろうって、子供たち喋ってますよって言って、相手の方の価値観で大切だと思っていることが、実はこれ使った方ができるかもしれないですよっていう提案なのかなと思いますので、それまで連絡したり、どうぞ。起こりたいことだってあるじゃないですか、ね、その時に連絡事項がこんなにいっぱいあって、それから起こるってなったらチャイムになって、セットって大体チャイムになったらもう話聞いてないんですよ。廊下が気になる。なのでしっかりと伝えたいこともあるのであれば、連絡は見とけばっていうふうにしたら、先生の思いとか十分にじっくり話せるんじゃないですかっていうような、 ICT 使うことによって、実はあなたのとか先生の大切にしていることも実現するんじゃないですかねっていうとこかなと思います。ただそれでも話が通じなかったらもうしょうがない。で、実はこれ私は完全に独断でやりました。完全に一人でやって、ファーストペンギンでやって、こんなのやったんだけどさって隣の先生とか分かってくれそうな人に見せて、おいいねとかコピーあげましょうかって言って、で広がるっていう感じですね。だからいいっていう人を増やしていくっていう、全体で職員会議でバーンと下ろしてもらうと、僕も多分口腐れてたので、いいねって思ってくれる人を見つけていくっていうのが、時間がかかるけどいいかな。結局、生徒が良ければいいですね。はい、ありがとうございました。よろしいでしょうか。じゃあ、ちょっともう一回最後にですね、水先生に拍手で盛り上げます。Thank you.